どうも皆さん、こんにちは、みたいです。ちょっと緊急ニュースですね。日刊スポーツ、大相撲秋巡業中に九重部屋の未成年力士が飲酒し救急車で搬送、九重親方と力士に謹慎処分ということで、まさにタイトルの通りなんですけど、未成年の力士が飲酒してさらに急性アル中かな、わかんないけども、その場で救急車で運ばれたということです。まあ、これは24日というか今日ですね、日本相撲協会が発表したんですけども、現在行われている秋巡業中にね、この事件が起きていたようですね。師匠の九重親方から報告があって、当該力士が未成年であることから、相撲協会は九重親方と当該力士を謹慎処分とすることを決めたということで、謹慎期間はね、未定となっているんですが、やはりね、未成年で、これだけ大きなというか、こういう時代ですから、何かしらの処分はないとということで、こうなったのかなと思います。ただ、すでに、この当該力士と九重親方は、協会を訪れて、謝罪し、当該力士の、容体に別状はないということで、救急車で運ばれたとはいえね、その後の予後というか経過は良好という感じらしいですね。急性アル中ね、本当に最悪の場合はみたいなこともありますから、そういう意味ではね、ひとまず安心という感じですかね。相撲協会は2017年の秋巡業で、横綱春馬富士による暴行、そして同じ年の冬巡業で、当時立行司の40代式守之助による若い行司へのセクハラなど、お酒の席での不祥事が続いたということで、2018年の夏巡業から裏方を含む全ての未成年の協会員が巡業に同行しないことを決めていました。なのでここ5年ぐらい、コロナ禍でない年もありましたが、未成年の人っていうのは巡業に参加できなかったんですよね。ただし親方が巡業に同行する部屋の未成年力士に限り特別に同行は認められていました。今回の場合は九重親方は巡業副部長として秋巡業に参加していたため、当該の未成年力士も同行していたということですね。親方がいる場合は親方が目を光らせているであろうということで、未成年力士もね、連れて行ってよかったんですけども、まさかこういうことが起こってしまったということですね。この問題ね、ひとまず命に別状はなかったというのは良かったということですが、もちろん法律的にはね、未成年の飲酒というものは良くないことなんですけど、誤解を恐れずに言えばね、本当に、相撲経験者とかは昔からね、未成年でもガンガン飲まされてましたよみたいな、昔の人ですけどね、言う人はやっぱいますよね、いっぱいね。というかやっぱり日本国民半分とか言い過ぎだと思うんですけども、多くの、割とね、それなりの人が未成年での飲酒というものは経験あるんじゃないかなと思います。もちろん今回の場合はね、こういうことになってしまったんで、処分は受けて叱るべきだとは思いますが、何か誰かをね、痛めつけたとか、そういう、迷惑はかけたんでしょうけども、自分の体も痛めつけたという意味では痛めつけたけども、そういう意味ではね、やはりこうね、引退とかなんかそういう感じの処分にはね、しないでほしいなと思います。やっぱり厳しいからね、最近ね、厳罰化の流れ来てますから、そういうのはね、ひとまずちょっとこう歯止めをかけてほしいなと思います。ただやはりね、どういう飲み方をしたのか分かりませんけども、アルコールというのは体にね、こう悪い影響を与えることもありますから、そういう意味ではね、飲み方っていうのは気をつけないといけないですよね。この力士がどれほどお酒に慣れていたかは分かりません。未成年なんで、もちろんね、飲んだことはないはずではあるとは思うんですけども、どうなんでしょうね。これが親方と一緒の席でとかだったら、またね、ちょっとこういろんな問題は変わってくるとは思いますけども、どうなんだろうね。ちょっとこうやんちゃして飲んじゃったとかならまだって感じかな。
まあ何はともあれね、力士と親方が現在謹慎処分中ということで、まあこの後どうなるか分かりませんが、ね、という感じですね。まあ皆さん、飲むときは気をつけて、お酒は裸足からということで、終わり、アディオス。